武道は勝つために励むのではない、己に負けぬためじゃ。見せてくれ、お主の上達ぶりを。行くぞ、悟空。ほら、すげえワクワクしてんだ。こうしてじっちゃんと一緒に戦えるなんてよ。武天老師様の動き、衰えるどころか、ますます磨きがかかってるな。この老いぼれにもまだ先がある。そう教えてくれたのは悟空。お主やクリリンたちなんじゃ。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃ。どうじゃ、かっこいいじゃろ。これが最大最強のカメハメハじゃ。イエーイ、ピース、ピース。